田中哲也、陶芸家です。もともと普通に、経営の大学出て、サラリーマンやってたんですけれども、小さい時からものづくりとか好きやったんで、一生一回のことやし、好きなことしようかなっていう、そういう思いで、本格的にちょっともう一回大学行って勉強しようかなっていうのが、まあ、そもそものきっかけですね。陶芸っていうのは最後炎に任せないとダメなんですね。自分が思ったように、炎が仕事してくれない。自分が思うところに持っていくのに何回も何回も、まあ、作って焼いてってしなあかんのが結構苦しいなって思いますね。釜開けて自分が思ったように焼けてたら嬉しいと思いますし、自分の作品見てもらって、見た方が感動したとか、なんか元気もらったとか言ってもらえると嬉しいですね。僕のやってるその陶芸の仕事っていうのが現代美術でもあり工芸でもあるんですけれども、ちゃんとした手仕事で時代の感覚とかを残すっていうような、そういうところを考えてやってますね。工芸と現代美術、それの交差点とか臨界点というか、そういうのが新しく展開できないかなとは考えてます。生まれた土地であるということと、あとそのまあ信楽という陶器の産地があるっていうところで、まあ、この山奥なんですけれども、陶芸の分野でいうと国際的にいろんな人が集まって、違う国であった人が信楽のスタジオで再会したりとか、新しい情報とかも交換できますし、作に対しての考えとか哲学とかそういうことが知れるんで、陶芸のハブであるということですね。信楽県立陶芸の森ですね。陶芸の森自体が山状になってまして、公園自体が一番頂上に星の広場っていうのがあるんですけれども、景色もいいんですけれども、いろんな今まで滞在した作家さんの作品が見れるんで、ちょっと創作に行き詰まった時とか、作品見ながらヒントを得たりアイデアをもらったりしてますね。将来的にやってみたいこととして、その今光のオブジェっていうようなものを作ってるんですけれども、照明メーカーさんとか芸術に理解のある企業さんとコラボレーションして、何か新しいデザインっていうものを展開できればなって思ってます。滋賀県下で結構そのライトアップ の, イベントとかあると思うんですけれども、まあ、そういったところに企業さんとコラボレーションした作品を展示して、それを広めていくというか、してもらうようなことができればなって思ってます。